御嶽神社は、埼玉県久喜市本町一丁目1200に所在する神社である。久喜地区での御嶽神社は、この御嶽神社が1887年に、南埼玉郡久喜本町に祀られたのが始まりであり、その後、大和久喜新地震町の御嶽神社が1894年より、祀られるようになった。 この御嶽神社の南隣にはかつて戦勝神社が鎮座していたが、六万部区規定車上線の新道建設の折に、その大部分が道路用地となってしまったため、1999年5月に約300メートル北西の本町六丁目六の三の五に潜在された。境内施設として本殿、鳥居、御嶽郷、ことぶき強し境御嶽神社と掘られた標柱 カッの木、灯籠、狛犬十一月奉納、御嶽京、ことぶきつよし京会社伝再建記念碑と掘られた、石碑、同天霊人と掘られた石碑、森吉霊人と掘られた、石碑、吉髄霊人と掘られた、石碑、献身霊人と掘られた、石碑、有心霊人と掘ら,られた石碑などである。蒸気のほか、他の名称の神社に、合祀や経代者の形で、 御嶽神社が祀られている場合もある。ありがとうございます。